小野寺翔太は、岩手県一ノ関市出身のバスケットボール選手である。身長183センチメートル、体重73キログラムで、ポジションはポイントガード兼シューティングガード。高校卒業後の2013年12月に、岩手ビッグブルズと契約し、プロ選手となる。2016から17シーズンまで岩手に在籍し、2017から19。 シーズンまで、秋田農山ハピネッツに在籍、2019から20シーズンから、前年に七畜王者の琉球ゴールデンキングスに、所属している。一ノ関市立萩草中学校から2010年4月に、岩手県立森岡南高等学校へ進学。高校時代は、バスケットボール部首相も務めた。国体選手にも選出されたほか、U-18 男子トップエンデバーの練習に、 招集されるも怪我で練習に参加できなかった。高校卒業後の2013年7月から BJ リーグ岩手ビッグブルズの練習生としてチームに加わり2013年12月岩手ビッグブルズと選手契約を結んだ。同月14日、地元一の関市総合体育館で行われた仙台十9アーズ戦で BJ リーグデビューを果たした。 ルーキーシーズンとなった2013から14シーズンは、レギュラーシーズン34試合に出場し、1試合平均2.1得点の記録を残した。2014から15シーズン、岩手は創設以来初となるファイナルズ進出を果たし、小野寺は、レギュラーシーズン52試合すべてに、出場、1試合平均5.9得点を挙げた。2015から16シーズン、 48試合に出場した小野寺は1試合平均5.4得点だった。2016から17シーズンも岩手に残留した小野寺は2016年11月27日の山形ワイバンズ戦で11得点を挙げ、この試合の最優秀選手に選ばれた。シーズン終了後、小野寺は秋田ノーザンハピネッツへ移籍した。2017から18シーズンは 終了間際に粘り強く得点することが多く、昇格を果たし B1 プレイヤーとなった。背番号34は出身地1の関インターチェンジの IC 番号から取っている。ありがとうございます。